どうも皆様、アシーです。ということで、ドリフェツミラチケ発売されましたね。本当にね、年に一度か二度しか発売されない貴重なアイテムでございます。もしね、課金を考えている方いらっしゃいました、このミラチケおすすめしておきますよ。さあ、ということで、自分が交換するのは当然ドリフェツ限定メンバーですよね。本当にイラストもいいし、スキルも強いという、本当に火の打ち所のないメンバーでございますので、今回も当然新規のドリフェツ限定メンバーを交換していこうと思います。さあ、では早速交換していきましょう。まあ、当然ね、まだ持ってないメンバーですよ。新規メンバーですよ。工場ですね。工場だね。工場メンバーしかない。工場だね。工場に工場ですね。そうね。ねえ。ということでね、新規のフェス券は手に入らなかったんですけど、ただ自分はね、どうしても新規のフェス券が欲しいんですよ。で、よくよく考えたんですよね。そういえば俺にはまだパレオちゃんがいるじゃないかと。まだ今回のドリフェスで俺はパレオちゃんを当ててない。で、ちょうど今持っているスターを見たら、あと10連引けるじゃないか、こう思ったんですね。なので今回はですね、10連で自分はパレオちゃんを当てて、ミナチケはそうですね、10連目に出たキャラクターのメンバーと交換します。なのでガチャ結果によっては最悪ミナチケは被ります。スタート。まあ何はともあれですね、自分はですね、もうパレオちゃんが当たればいいんですよね。パレオちゃんじゃなくてもいいです。最悪まだ持ってない新フェスゲンいますんでね、まだ持ってない新フェスゲンがいますので、その新フェスゲンが出てきてくれればもう俺が勝ちなんですよ。で、願わくば10連までの間に新フェスゲンの誰かが出てきてくれて、10連目はそうね、あの中で今誰欲しいと思ったかな、アリサちゃんですかね。やっぱりね、なんか一番印象的だったのはね、あ、これはあれですね、おそらく多分星さんの中で一番セリフが長いアリサちゃん、カイアちゃん、もうあれですよね、アリサの口になってますよね。もうアリサを当てる気満々ですけど、その前に俺は新フェスゲンを当てないといけないんだっていう、待ってよ、次ラストじゃないっけ。ちょっと待てよ、ともえちゃん俺新規いたっけな、あれ待てよ、いるっけ、私が来ればもう安心だ。いやー、新規メンバーで交換できてよかった。スターシールで交換できたんやけどね。